霊軍はアメリカ合衆国テネシー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3万18009人であり、2000年の2万8400人から12.0%増加した。軍庁所在地はデートン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。霊軍はテネシー州の政治家で、 アメリカ独立戦争の退役平準例にちなんで名付けられた。1830年代にアメリカ合衆国政府がチェロキー族を強制移住させた涙の道の一部が軍内を通っている。南北戦争の時、東テネシーでは珍しく南軍側に同調的な軍だった。1861年の東テネシー会議に代表派遣を拒んだ唯一の軍だった。 南軍のために7個中隊を立ち上げたが、これは北軍向けの1個中隊と比べれば、著しく多い。南北両軍では、唯一の女性の騎兵隊も立ち上げた。1862年に結成されたものであり、10代と20代の若い女性で構成されていた。彼女たちは、部隊の名前を、霊軍、スパルタンズと名付けた。1863年まで、 このスパルタンズは軍隊の最愛の者たちを訪問するだけであり、現代の遺問品に相当するものを届けた。1863年に北軍が霊軍に入ってくると、スパルタンズは南軍のためにスパイを行った可能性がある。1865年4月、霊軍ユニオニストの命令でスパルタンズの隊員は逮捕され、テネシー側まで更新させられた。そこからは、 アセスチャタヌーガに乗船してチャタヌーガ市に送られた。チャタヌーガ市に入ると北軍士官が彼女たちを恐れるに足らないと認め釈放して霊軍に送り返した。彼女たちはアメリカ合衆国政府に対する忠誠の誓いを求められた。スパルタンズは南軍で公式に認められた部隊ではなかった。1890年軍長所在地が ワシントンの街から現在のデートンに移された。これはデートンを通る新なキチャタヌーガ鉄道が完成したことを反映していた。テネシー州ではバトラー法によって公立学校で進化カロンを教えることが禁じられたことにより1925年に霊軍で進化カロン裁判が行われた。この裁判は世紀の裁判と呼ばれたものの中でも最初期のものだった。 裁判では、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンが検察官となり、裁判が終わった直後にデートンで死んだ。近年ブライアンの彫像が、例軍庁舎の前に建てられた。1954年、法律は、学校での聖書教育と共に進化論を教えることを認めるように修正された。2004年6月8日、連邦政府控訴裁判所は、アメリカ合衆国憲法修正第1条の 政教分離原則に違反しているとして、聖書の教育を禁止する裁定を下した。2004年3月16日、霊軍軍政委員の j c ー・ファゲイトが、テネシー州では、ホモセクシャルを禁じる採決を提案し、軍では、自然に反する犯罪として、彼らを告訴することを認めた。この提案は8対0で可決された。ファゲイトの挙げた理由は、 彼らをここから出て行かせる必要があるというものだった。この採決に加わった委員の何人かはその後の選挙で再選を求めなかったか、あるいは落選した。この採決は3月18日に撤回された。これに対する抗議で、例軍で芸の日が5月8日に開催され、約300人が参加した。その前年に、ローレンスタイテキサス州事件裁判で、 アメリカ合衆国最高裁判所が同性愛者による肛門成功を禁じたテキサス集計法の規定を意見無効と裁定していたので、例軍のこの法はテネシー州最高裁判所から取り消された可能性が強かったというのが多くの法律専門家の考えである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は336平方マイルであり、 このうち陸地316平方マイル、水域は20平方マイルで、水域率は6.08%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。例軍は地方政府の形態として軍政委員会を採用している。現在の軍長はジョージ・サッカーである。軍政委員は9人であり、それぞれが軍内の選挙区を代表している。 軍長と軍政委員の任期は4年間である。霊軍は大統領選挙やアメリカ合衆国議会議員の選挙で共和党とみなされている。2008年の大統領選挙ではジョン・マケインを支持した。民主党の大統領候補で最後に霊軍を制したのは1976年のジミー・カーダーだった。1992年と1996年の 大統領選挙では、ビル・クリントンが共和党の対立候補の得票率を50%未満とするまで善戦した。この2回の選挙で、ロスペローはそれぞれ11.2%と7.6%の支持を得た。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、テネシー州第3選挙区に属し、共和党員のチャック・フライシュマンを送り出していた。2003年までは、 第4選挙区に属しており、霊軍出身のバン・ヒリアリーが議員だった。ヒリアリーは2002年の知事選挙に出馬したが、落選した。2013年から、霊軍は、再度第4選挙区に戻り、現在は、共和党員のスコット・デス・ジャーレスが議員である。テネシー州選出上院議員には、ボブ・コーカーと、元知事のラマー・アレクサンダーが代表になっている。州議会では、下院の 第31選挙区に属し、共和党員のジムコブが議員である。コブは2006年11月に初めて選ばれた。この第31選挙区は、霊軍とハミルトン軍の北部からなっている。上院では、第12選挙区に属し、共和党員の県営側が代表である。軍政府では、軍長や軍政委員などの役人がおり、無党派選挙で選出されている。昔は、 党派選挙で行われ民主党が優勢だった。軍のレベルでは党派よりも個人の知名度と評判の要素が強い。軍が管理する公共教育体系が軍内の大半をカバーしている。この体系は小学校3校、中学校2校、幼稚園生から8年生までの学校2校、高校1校、オールターナティブスクール1校を運営している。 幼稚園生から8年生までの学校である、レーセントラル小学校は、児童数で、州内最大のこの種の学校である。レートン市は、市域に住む児童のために幼稚園生から8年生までの学校一校を運営している。しかし、市内には高校がないので、軍内の公立学校の児童生徒はすべて、イーブンズビルにある、レー軍高校に進学する。 米軍高校の生徒数は約1500人である。4年生キリスト教系の教養カレッジであるブライアンカレッジがデートンにキャンパスを持っている。このカレッジはウィリアム・ジェニングス・ブライアンにちなんで名付けられた。チャタヌーガ州立高科コミュニティカレッジもデートン市に小さなサテライトキャンパスを持っている。ありがとうございます。